今日はこのセブンイレブンで買ったビーガーリック食べてみたいと思います。セブンイレブンでこれ1箱160バーツしました。160バーツなのでだいたいざっくり500円前後かと思います。なんか美味しそうなパッケージだったのでちょっと食べてみます。今のダイエットをしてますのであんまりいろんなもの食べてないんですけれど、多分このガーリックだと体にいいっていうのもあるので全然食べてもいいと思います。中身がこんな感じで説明書みたいなのが入ってます。黒ガーリックについてこう書いてあります。僕黒ガーリックって食べたことないのでどんなんでしょうね。これこの密封用の袋に入ってます。なんか思ったよりいっぱい入ってます。ちょっと開けてみます。開けてこれここに置いて黒ガーリック、すごい、うわすごいいっぱい、マスクの上からでもすごいすごい匂いします。じゃあ開けてみます。なんか、これは保存のなんかですね、わいっぱい保存のが2つ入ってる。こんなにいっぱい入ってました。なんかあの栗の中身剥いたみたいな感じになってます。でも全部これ剥けきってないのでここからもう一回剥いてこう食べないといけないと思います。ちょっと味見してみます。マスク取ってニンニクはなんか健康にいいとか言われてるので僕はなんかニンニクのここにこういうニンニクの錠剤をいつも飲んでます。普通にニンニクの生食べてしまうとなんか多分匂ってしまうと思いますので、中身本当に黒いです。柔らかくて生のニンニクからは少し味が変わってるような気がします。ちょっとわからないんでもう一個食べてみます。ちょっと焦げの味がするんですけれど全然美味しいです。美味しい。でこれで2個食べたんで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、21個入ってます。21個で160バーツにしたら1個あたり安いんじゃないかなと思います。美味しいで、おそらく多分匂いもなんかニンニク臭い匂いはないです。これ美味しいと思います。160バーツセブンイレブンで売ってました。なんかノッパダグループって書いてあります。この写真見るとすごいなんか硬そうなんですけど全然硬くないです。柔らかくて甘栗の小さいすっごいもうなんか甘いような感じ、食感がします。 100g らしいですねこれ全部で。こんな感じです。美味しい。